一目入道が住むと言われる、カモコ一目入道。一つ目入道は、佐渡島のカモコに住んでいると言われる妖怪。一目入道は、カモコの主であり、頭上に一つ目を持つ。ある日、一目入道が、湖から上がってみると、一頭の馬が繋がれていた。入道は、好奇心から馬にまたがり、遊び始めた。そこへ馬主がやってきて、入道は、囚われてしまった。 陸上では入道も手も足も出ず、ご勘弁ください。その代わりに、これから、毎晩、瑠璃の針で一貫の鮮魚を捕らえて献上します。ただし魚を取るのに必要なので、針だけはお返しくださいと言った。馬ュは面白がって、約束を受け入れ、入道を話した。翌朝に馬ュが湖へ行ってみると、約束通り取れたての魚が針にかけられていた。馬ュは喜び。 入道が行った通り針を湖へ返し、魚を持ち帰った。こうしたことが何年も続いた。ある日、馬主は悪い考えを起こし、約束を破って針を返さずに持ち帰った。すると入道は魚を見継がず、それどころか毎年正月十五日に馬主の家を襲うようになった。馬主は一晩十念仏を唱え、危機を免れようとした。こうして入道のたたりがなくなった頃、場所は 観音堂を建て、本尊の白号に、入道の針をはめた、上記の伝承は、中野上水、伝説の越後と佐渡及び、それを参考に編集された、岩谷さざ波による、説話大百科辞典、第五縁の該当項目によるものだが、場所は、約束を破って、以降の天末は、以下のような別説もある。最も古い文献である、伝説の越後と佐渡では、一つ目入道、また、 新潟県出身の郷土市や小山直継も著書において一つ目入道と表記しており一つ目入道という名称は文献上では初期から一貫している一方第五円では一目入道とのみ表記されており読みを一目入道とし五十音配列の同書上でイノブに組み込んでしまっている校舎のみを参考資料として読みを 一目入道としている文献も多く見られ、文献上での作語が発生している事態も参見される。新潟県片畑村には、中浦が一条の観音堂で、毎年1月16日に、目一つ行事という正月行事が行われていた。この観音堂に病気などの災悪から身を守る。観音が祀られており、古定から襲ってくる妖怪、目一つから観音を守ると伝えられている。 両津市などによれば、村人たちに捕らえられた、目一つ入道が、逃がしてもらう代わりに、木の下に魚を針に吊るすようになったとの伝承に、基づくものとされる。昭和初期にこの行事を司る地区の家系が途絶え、古伝による伝承が失われていた。その後の2016年に開催された、佐渡島金河芸術祭で、目一つをモチーフとした造形が古幡で展示されたことで、話題となり、 多摩美術大学の芸術人類学研究所で目一つの伝説の調査が行われている。ありがとうございます。